いいっす。成田、また着きました。はい。1回目と同じ場所ね。ね。1回目の最後の、トーク。うん。のやつと一緒の場所、まあ、第1弾のやつと同じ場所。なんかあの最後の4日間ちょっとバタバタしすぎて、うん、トークが取れなくて、そうそう、なんか夜中のアクティビティとかあったりとか、うん、結構盛りだくさんだった、ね、そうそう、移動時間がすごい長くて、でそのまま宿着いちゃって、うん、でここでさすがに通ったら他の泊まってる人にもこの宿のオーナーにも迷惑がかかるからっていうことだったり、あとは俺が腹壊したりとかして、ね、そう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 、でなんか4日間、うん、あのまとめて成田空港でどんな感じだったかなっていうのを、うん、あの話そうかなと思います、うん、そうしましょうね。でそうそう、あれだよね、スラバヤ、うん、から俺らはバニヤンギに、向かおうっていうことで、うん、あの日チケットを取りに行ったんだよね、うん、あの電車の、そうそう、うん、っていうのもやっぱりなんかなかなか電車のチケット取るのって難しかったよね。今回すげえ大変で、なんか学んだよね、インドネシアの電車のチケットの取り方、うん、そうそうそう、っていうかなんか交通の便がやっぱりバスがあんまりなんか発達してないっていうか、うん、まあ、道路がなんかちゃんとできてないんだろうね、うん、舗装ができてないわけではないんだけど、うん、なんか交通網としてあんまり良くない、うん、いつも渋滞じゃん、うん、そうだったね、いつもなんか動かなくなるから、うん、でなんかみんなその長距離を移動するときに使うのが電車を使う人が多いから、うん、そうそう、なんかすごい人気ありすぎてなかなか取れなかったよね、うん、そうだね、そう、でもこの電車のすごさね、あの山道を全部開拓してたわけでしょ、うん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 、すごいよね、まあまあそうそうそう、うん、ね、うん、でなんか、うん、あのいつも俺らが付き合ってたのは、うん、チケット .com っていうやつだったんだけれども、うん、あのなんかそれだとやっぱり海外のクレジットカードを受け付けないらしくて、うん、でなんかその泊まってたオーナーさんに聞いたところ、うん、トラベルオカっていうサイトの方がいいよっていうのを教えてくれて、うんうん、まあもう俺らが鉄道を使うのはその日が最後っていう感じだったから、ね、だから俺ら試してないけどね、そうそう、あのそれが一番いいらしい、うん、やっぱり。じゃあ次インドネシアジャカルタを回るときはやっぱりトラベルオカっていうのを使った方がいいのかなと思って、うん、インドネシア、ジャワ島、ジャワ島、うんうんうん、ジャカルタって言ってたそう、もうなんか場所名とかあれがもうごっちゃになっちゃった確かにいろいろ回ったからね、しかも1ヶ月前ぐらいは東南アジア回ってたからもう、そうね、すげえごちゃごちゃになってくるそうそうそう、でもで結局まあ俺らはあのネットで予約することができなかったから、うん、まあ、いつもの感じで、うん、あのチケットカウンターに行けば、安いあのチケットとか、なんだろう、当日券とかあるだろうっていうので行ったんだけど、そうだね、結局その日スラバヤのチケットカウンター行ってもなくて、気持ち早めに行ったんだけどね、結構早めに行った、そうだよね、うんうんうん、で、あの次出る便とその次出る便と調べてもらったけどなかったんで、ね、もう全部ダメだった。そう、やっぱスラバヤは第2の都市、うん、あのジャカルタに次ぐ第2の都市っていうこともあって、うん、やっぱり街としてもでかかったし、うん、やっぱりそういうのもあって無理だったのかなっていう、うん、で、あもうじゃあ移動できなくなるのは嫌だと思ったから、うんうん、あのそのままあのホテルに戻ってすぐ荷物を持って、うん、バスのターミナルへ行ったんだよね、でもうしょうがないけど、まあ、バスで移動してバニュアンギっていう、うん、ジャワ島の、一番東にあるところに、ね、うん、行こうっていう感じで、うん、タクシー走らせて行った感じだよね、うん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 、でやなんか街の中心地から結構バスターミナル離れてて、そうそう離れてた、20分ぐらい多分走ってね、うん、15分から20分ぐらい、俺もっと感じたけど、でもまあそのぐらいかな、多分そのぐらいだと思う、うんうん、でお昼ぐらいに着いて、うん、昼飯食って、うん、バス乗ってバニュアンギ行こうっていう計画だったから、うんうん、ああそう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 、うん、ね、うんうん、なんかあるそのバスターミナルで、なんかその流れの中で、俺バスターミナルのさ飯食ったところがさ、はいはいはい、はい、よかったね、よかったんだけど、てか結構広くて、うん、俺すげえ好きだった、そういろんな店たくさんあったんだけど、俺には全部同じ料理に見えて、
まあ似た料理がやっぱ多かったね。そうでしょ、そうでしょ。インドネシアの、企業っていうか、まあ企業って言えないかな、インドネシアの料理屋が多かったから、まあ、あのインターナショナルな空港とか、あとは新幹線乗り場、日本でいうそういうレベルとはやっぱ全然違うから、どちらかというとあの駅に蕎麦屋があったりとか、もうそういう感じだよね。いや、なんでみんな同じ料理作ってんだみたいなさ、はい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 、感じに見えて、なんか地元の人にはそれが違く見えるのか分かんないけど、俺には結構違く見えた。本当に、俺がおかしいのじゃない？結構いろいろあったよ。いやで、俺はだからあのレベルで言えばいろいろだなって感じ。そりゃあれが空港とか あとは新幹線レベルのエクスプレスの場所だったら、エクスプレスの場所っていうか駅だったら少ないっていうか、まあでも似てるかなとは思うけど、そうかそう、あの一般の地元の人たちが使う、バスターミナルであれば、まあ、あのかなり充実してるかなって感じ。お土産買う場所もあったし、あらゆるお腹壊して辛いの食べれないとか、野菜食べたいとかだったからあんま見てなかった。いや俺超見たけどな。俺結構あのちょっと今回トライしたい食べ物とかがあったから、はいはい、ちょっとメニュー表を見ながらこれかな、はい、あれかなっていう感じで見てたから、そうそう、視覚的にだけ見ると結構似てるっていう風に感じるかもしれないけど、ちゃんとあのあこういうメニューがインドネシアあるんだっていうのを見ていくと結構やっぱ少しずつ、かな。俺はなんかちょっとムカつくな。なんで？いや俺には違く見えたよっていう。いやいや本当に本当に見えたから俺は。オッケーオッケー。すごい楽しかった。だから俺3食ぐらいしたから。あ、3食食ったの？マジ？うん、外っていうおかゆみたいなのがあるんだけど、それでちょっ と牛の肉と胡椒を使ったやつがあって、それまず食べたかったのと、あれ食べたんだ。それ食ってでもう一個、ちょっと写真でなんか似てるけど違うなっていうのがあったからそれ食ったりとか、結構俺はそうだよね。その後ケーキ食ってたもんね、あのうまいケーキ。そういやいやうまくなかったそれはそのなんかムカつくなとか言われてびっくりなんだけどえうんうんうん、いやいやいや、あれ怖いな。いやいや、なんか何あらいそんなバスターミナルをなんかすげえずっとディスっててさ、俺はそんなもうあこういうね、あ暮らしがあるんだなっていうか、俺いやいやあれでバスターミナルにムカついたんじゃなくて山下の意見にムカついた、いやそれがびっくり。あ本当俺本当に思ってたから。あ本当、なんか結構 あれも食べてみたいこれも食べてみたいとか、でもすごいあれが全然違く見えたのすごいな。うん結構でやっぱ お店によっても味付け変わるから、多分俺洗いよりねご飯は食ってると思う。いやそりゃそうで、そりゃそうで、お腹壊してないから、洗い結構いつもケツに問題抱えて、やめろよ旅しながら、やめろよケツに問題抱えてるから、ね、いやだってほんとじゃん血が出たとかさ。でやめろもう言わないで、マジでムカつかないから言わないで。血出て3時間こもってたんだみたいなの言ってくるから、もうやめようやめよう、でも俺はなんか結構その微妙な味付けとかもなんだろう、いろいろ知りたいなって、せっかくの機会でねなかなかできるもんじゃないから、だから結構新井が食べてない時でも実は2食食ったりとか、全く同じものでも違うお店で食ったりとかして、なんかそれであやっぱり人がいるところは美味しいんだとか、ああ言ってたよね、やっぱ女性がそうそう女性いるところいる方が美味しいのかなみたいな、若い男がいるところだとあんま味より量みたいなところがあるから味に信憑性ないなとか、でまあ飯屋 で、結構洗いはじゃああんま楽しめなかった感じだった。また同じもの食ってんなみたいな。いやいやいや、もう野菜の料理美味しかったけど、はいはいはい、それの後のケーキの方が俺好きだった。あ俺が買って美味しくねえからもう全部食っていいよえうまっと思って。まあまあまあもうその味の合う合わないよ上にチーズが乗っかっててね。そう向こうの甘いとデザートとかって結構チーズと混ぜてしょっぱ甘いみたいにしてるのが多くて、俺はかなり大好きだったんだよ。でもそれ食いたかったのがなくて、なんかそのダイアンで買ったお土産、なんかお土産屋で売ってたダイアンで買ったなんかね、デザートだったんだけど、そうそう、でもあれもチーズでしょ。でもなんかチーズもちっちゃすぎたし、ちっちゃいというかなんか少なすぎたし全然美味しくなかったみたいな。そうかそう、なんかこれだったらなんかどこでも食えるなみたいな。あの屋台言ってるあれがうまいんだよ、ね、熱々のやつやって、チーズ溶けてる感じでチョコレートで、はいはいはい、で食感も1日目に食べたやつ、
そう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 、あの動画上げるんで見てもらいたいんだけど、うん、そう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 、あれはすげえ美味しかった。気になったら 1日目1日目2日目かな、ね、2日目だ。あ、でもね、あれね、あげようか迷ってんだよ。そう、キリが悪かったな。ああ、本当。でも、インドネシア来たら、あれは美味しいからぜひ食ってもらいたいな。そうだね、そうだね。そうそう、で、それが本当なかったから、うん、ああ、ダイアンとしてあのお土産食った感じ、うん、で、全然美味しくなかったんだけど、新井がうめえうめえって、ね、たまにあるよね、臭いなっていう。たまにある。いつも俺が食って、本当美味しくなかったものとかを、新井は喜びながら食ってるから、なんかもう残り物でなんか喜んでる。ホームレスのおっさんみてえな感じで。ああ、雨降ってきたね。そうそうそう、やべえ、うん、まあ、こっち側に来るだけでそっち側大丈夫なんじゃない。で、まあ、そのバスターミナル、うん、新井のそのご飯事情はいい、うん、だいぶ、ま、なんか貧しい。いや、ケーキうまかった。そうで、なんか、まあ、バスちょっと戻るんだけど、バスターミナル行くのに、うん、やっぱり15分20分走ると、うん、結構いくらタクシー安いって言っても、まあ、まあまあな値段行くんだ、うん、まあって言っても日本に比べれば全然もう死ぬほど安いんだけども、うん、ね、だからやっぱり、ホテルの、うん、オーナーの人に行ってゴージェッターっていうのかな、はいはいはい、ゴージェットなのかな、うん、まあ、グラブとかウーバーみたいなのを呼んでもらった方が、うん、もう確実に安くなるから。あ、それはね、そうだよ ね自分でその Wi-Fi とか、うん、フリー Wi-Fi とか SIM カードとか持ってたら、うん、それで呼べばいいと思うんだけど、うん、そうではない場合はやっぱりそういうホテルのオーナーに頼んで、うん、行く方が絶対にいいと思う、うんうん、じゃないと結構値段かかっちゃうし、うんうん、なんか普通のなんか他の国であればバスターミナル結構街の中心にあったりするんだけど、うん、インドネシアのジャワ島はそうではないことが多いっぽいから、うんうんうん、そうだね、かな、うんうん、で、まあ俺らがその駅に着いて、うん、まあ、バスのターミナルについて、うん、まあ、どうやってチケット買えばいいのかなって迷ってたら、うんうん、ね、車内おっちゃんが話しかけてきてさ、ね、うん、まあ、なんか従業員なのかどうかちょっと、うん、分からない、うん、おっちゃんが話しかけてきて、うん、で、まあ、どこに来たいんだと、うん、で、俺らはバニヤンギに来たいって言ったら、うん、その、まあ、こっちだこっちだついてこいっていうので、うん、結構なんか奥の方までグイグイ連れてかれて。そう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 、あれ入り組んでるよね、あそこの。そう、バスターミナルかなり入り組んでて、うん、どこがチケット売り場かちょっと分かりづらい、うん、で、もうなんかいきなりもうたくさんバスが並んでるところまで連れてかれて、うん、なんかこっちのイメージとしてはさ、なんか発券みたいなさ、機械で押したりとか、なんかカウンター行ったりとか、まあ、友人のカウンターだよね、そうそうそう、とかあるのかなって思ってたけど、うん、そのままバスが止まってるところね。そうそう、結構5分ぐらいね、うん、歩いてって、もうバスの真ん前まで行って、うん、チケットを買ったっていう感じ、うん、しかもおじさんのなんか手売り的な感じで買って、うわ、これちょっとボラれてるかなとか思って、うん、まあ大した値段じゃないから、うん、まあいいやみたいな、うん、荷物も多いからさ、そうだね、そうそう、なんかもうネギ、なんだろうな、あ、いらないとか言って、もう一回友人のカウンター探してどうのこうのよりも、うん、もう買えるのであれば買っちゃいたいなみたいな感じで、うん、そうそうそう、で買ったんだけど、うん、後々近くにいるインドネシア人に聞いたら、うん、まあ結構正規の値段だったと、ね、そうそうそう、うんうん、俺より安いじゃんみたいな感じで言ってたけど、そうそうそう、でも結局なんか行く場所も違かったから、まあ同じぐらいの値段だったのかなって、うん、俺らの予定としてはそのスラバヤっていうところからバニュアンギっていうところ行って、うん、そのバニュアンギからフェリーで、うん、とバリ島に行こうと思ってたんだよね、うんうん、でそのバリ島に行くフェリーとバリ島に入ってからバリの中心地に行くバスだったんだ、うん、あのバス、俺らが乗ったバスが、うん、でも俺らはバニュアンギで降りようって思ってたから、うん、うん、とね、その分ちょっと安かったっていうだけの話で、うん、だ結構正規の値段だったんだよね、うんうんうん、そうで、その時話してたおっさんが、うん、まあ日本語も英語もできて日本にも住んでたって、うん、そうだよね、そう、が結構俺らが思っていたインドネシア人に対する疑問点とかのなんか答えを教えてくれたりして、なんかすげえ良かったのが、インドネシアの国民性的にその人をなんかめちゃくちゃ騙したりしない、なんかすごい悪いことをしたら悪いことが返ってくるっていうのがちょっとあるらしくて、
たとえやっぱり人を騙してちょっとぼったくろうみたいな、うん、あのチケットの料金とかね、うん、押してももうめちゃくちゃな値段をぼったくったりはしないと、うんうん、もちろんやっぱり彼らがね、うん、彼らの生活家族を養わなきゃいけないとか、うん、いろんな事情があるから、うんうん、ちょっと高くふっかけちゃうこともあるけれども、うん、もう本当にこれはねえだろうっていうぐらいの値段はふっかけてこないから、うん、まあそこら辺はあのまあ、彼らの生活もあるんだなっていう大きな心で、うん、まあ、入れるといいんだよねみたいなことを言ってくれて、ああそういうことなんだみたいな、ね、なんか結構旅してて、うん、本当に大きくぼったくられたことがあのインドネシアの旅ではないなと思ってて、俺も今回2回目なんだけ ど、 なるほど、ね、うん、あんまりそういうのは感じなかったかな。そうだよね、ちょっとなんかいろいろ考え直したよね。そこでチケットを買ったんだけれども、うん、2種類チケットがあって、うん、そのエクスプレスとあと普通のやつがあってっていう感じなんだよね、うん、でエクスプレスっていうのがだいたい6時間ぐらいで、うん、到着する。で普通のやつが12時間、うん、なんか一個一個、駅っていうか停車場に止まっていくっつうので12時間かかるっつうので、うん、いやもうそれは早く行きてーよっていうことで6時間のを買ったんだよね、うんうん、まあでも全然あの6時間で着かないっていうまずそもそも出発しないっていう、ね、そう2時出発の予定だったんだけどね。だけど結局出発したの3時で、でそのまま1時間座りっぱなしで何も動かないまま、そうで売ってる人をずっと眺めてるっていうね、うん、なんか売り子が来るんだよね。そうなんか爪切りとかおもちゃとかなんかほんといらねえもんばっか。 iPhone ケースとか、そう今買わないでしょ、そういらねえわみたいな。で一回一回配ってあの膝の上とかに勝手に置かれて奥まで行ったらあの戻って回収していくみたいな、もうそれもう1時間ぐらいそれを続けると。でもうなんか極めつけはさ、歌を歌ってるやつらが入っててギターとか持ってね、レベルがすごいのね。低いんだよな、もうほんとレベルが低すぎて、まあギター持ってお菓子袋とかをつけてんだけど、まあそいつならまだいいわと。もうなんかギターとか楽器持ってるからね、もうひどいやつはもうタンバリン1個と生歌みたいな、でその歌が下手くそなのね。びっくりしたもん。あれちょっとでも今いい思い出になってるね。今ややばかったよなあいつな、ほんともう汚ねえ風呂こいつ入ってねえんだろうなみたいなホームレスみたいな、やるんだよいろいろ人生が。そう洗いに行ってたもん。やめろよ洗い、やっぱ今高くなりかけてるな。やめろよなんか50円っていつもやってるからさ、50円足りないみたいな、やってね、貸してもらったお金50円足りないみたいな、インドネシアでいつもいいじゃん50円ぐらいみたいなやってねえよあれ、いつもそんな感じだからさ。そうそうね、なんかそんな感じで、うん、すげえ時間を潰さなきゃいけなかった、うん、1時間出発まで、うん、そうでやっと出発してもかなり、うん、なんか一向に6時間で着く気がしなかったよね、うん、そうだね、うん、ケツすげえ痛かったっしょ。俺はなんか守ってた、もうケツの穴がやばいみたいな立ってたのよこれ嘘、そうだっけ、なんか体育座りみたいな。あ、そうもうずっと痛がってたもんな。やめよ時間が長すぎて。でも本当に全然時間がかかりまくって着く気がしねえみたいな、うんうん、なんか初めさ高速乗るみたいな感じだったけど、うん、その後すぐなんか料金所みたいなのに入って、その後すぐ料金所出て、でその後ずっと街の中通ってったよね。はい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 初めあやっと高速かって思ったら、なんか乗ったり降りたり乗ったり降りたりで、ね、なんかどれが首都高でどれが高速なのかわからないけれども、うん、なんかめちゃくちゃ時間かかってた感じで、うん、で結局トラックとかもさすごい列でさ 逆側もね、はいはいはい、なんでたし、やっぱりちょっと問題あるんだろうね、うん、その交通の。なんか途中からはほぼ完璧した道みたいになって、うん、でそこにもトラックがたくさんいたから、そう、うん、なんて言えばいいのかな、高速道路っていうのがあんまり本当発達してない、うん、ほぼないみたいな、本当1区間しかないみたいな感じで、だから多分時間がかかっちゃったと思うんだよね。そうだね。でまあ途中で夕飯もチケットの料金の中に入ってるっていうので、そうそう飯食ってね、あれ面白かったんだけど、うん、自分の中では、うん、なんかこのバス乗ってる人たちが全員同じ部屋行って、でそこで食事して、でまたバス戻ったんだけど、うん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 、なんか
日本だとなかなか経験しないからさ、その自分でさ、あのパーキングエリア行ってさ、あの自分で降りて、ね、サービスエリア、うんうん、サービスエリア行っても各自さ、この飯か買ってきてなり、はい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 、向こうで食うなりするじゃん、うん、同じ部屋でさ、なんかちょっといろいろ日本人、あ、日本語話せる人と話しながら、だからあれだよね、日本で言うと多分あのパッケージツアーの旅行とかに近いかもね。そうかそうかそうか、そうそう。でも普通の高速、日本の高速バスのなんかとかだとそういうのはやっぱないから、うん、ね、そのあれが言ってるようにサービスエリアで飯食う、うん、自由に飯食うぐらいだから、うん、そうそう、結構面白かったし、うん、あの仲良くなるし、ね、そうそうっていう感じだったね、うん、でも本当にもうずっとあれ合計だから9時間10時間ぐらいかかってた。10時間かかってたね。そうそうそう、うん、でそれでようやく、うん、とバニュアンギっていうジャワ島の一番東に着いたのが、うん、もう夜の12時20分とか、ね、でそこから俺らが今回あの撮ってたホテルが結構、うん、とバニュアンギのその町からちょっとあの山の方に、うん、山っていうか森の方に行った場所な感じだったから、うん、そこからさらに30分ぐらいタクシー走らせなきゃいけなくて、ね、宿に着いた時には、うん、もうかなり、ね、もう1時ぐらいだったよね、うん、夜の1時過ぎるか、うん、本当 1時だった、うんうん、そうだね、そうだね、時計見ながらもうかなりうわ大丈夫かなっていうのでやってたから超覚えてる。そうそう、でそれがさ あれだったもんね、あのホームステイ的な、ホームそう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 、ね、できるだけなんかその現地のローカルの人の生活を見たいなと思ってたから、うん、まあ、ちょっとホテル的なものとか、うん、ベタベタなゲストハウスよりもちょっと海からは離れてしまうんだけれども、うん、そこにしようと、うん、っていうのもなんかブッキングドットコムとかで調べた時に見たし、そのガイドっていうかそこのホテルのオーナーなんだけれども、うん、ガイドもやってくれてるね、うん、その人の写真がなんかすごい良さげで、うん、あ、この人だったら、うん、なんかそこら辺の、うん、アクティビティのガイドお願いできるな、うん、お願いしたいなと思って、うん、そこの宿を押さえた感じなんだよね。そうだよね。で、うん、その後次の日の話もすごいガイドも良かったしね。そう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 、だからなんかもう着いた時は本当1時で、うん、やべえもう真っ暗になってるから降ろされた時ちょっと冷や汗だったよね。もう宿のね電気もついてないから。そうそう、宿って言っても家なのよ、家でさ、普通の、そうそうそう、で、まあ、どうしようみたいな、チャイムとかもねえしみたいな感じで、でちょっとしどろもどろしてたら奥から彼のおじさんなのか、おじいさんなのかが出てきて、まあその後おばあさんも出てきてで、そのオーナーの彼を起こしてくれて、ね、でようやくね中に入ることができたらさ、かなりちょっと手厚くというか、ね、あもう今日は来ないと思ってましたこんななんかかぶってね、そう、あのインドネシアのなんか寝巻きのなんかなのかな、うん、をかぶってて、うん、そうそう、来ないんじゃないかと思ってましたみたいな。そうそう、でもう12時過ぎちゃってるからもう1日目の料金はなくて大丈夫ですよみたいな。いやいやいや、すごい良くしてくれてね、うん、申し訳ないよね、うん、で、なんだ、俺らがそのバニヤンギっていうところに行った、うん、あの大きな理由は、うん、ブルーファイヤーっていう青い炎が火山のところで見れるっていう、うん、夜に行くとね、うんうん、っていうのでそれを見たいなって思って、うん、行ったっていうのも大きな、まあ、理由の一つとしてあって、うん、そうそう、で、まあ、夜にしか行けないから、まあ行くとしたら一泊して次の日かなと思ってたら、うん、もうもしあれだったらこのまま行くこともできますけどどうしますって言われてマジみたいな。ついてそこ1時で行くと思って、そうそうそう、でもなんかできるだけちょっといろんなものを見たいから、うん、スケジュール的に、うん、前倒しで何か行けるのであれば、うん、どん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 やっていきたいなっていう気持ちもあって、うん、ね、でもなんかよくよくちょっと時間的なスケジュールを考えていくと、まあ、30分しか、うん、見れないっていうので、うん、まあ、次の日に、ね、やっぱりちゃんと時間取っていこうっていうことになったんだけど、うん、結構山登ったりとかで上まで着くと時間なくなっちゃうんだよね。そう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 、でね、俺らもバスでもう9時間とか10時間いられてると、うん、体力的にも厳しかったし、うん、そうだね、そうだね、そうそう、結局そういう風に、うん、スケジュールを、うん、次の日にずらしたっていう感じだよね、うん、そう、それでもうその日はもうすぐ、うん、布団に、まあ、ベッドに入ってもう寝ようみたいな感じで、うん、まあ、その日は終えたんだよね、うんうん、もう本当に移動の日だったっていう感じ、うん。